アウトフィットを一気に叩き潰すチャンスなのよ。どう？悪い条件じゃないでしょ？どうせその金のうちの何割かは俺の支払った税金だ。当然今言った金額は税抜きだろうな。引き受けてくれるの？聞いてから決める。いいわ、鬼丸。概要は伏せ姫に代わって俺が説明する。鬼丸の話をまず聞いてちょうだい。聞いてるぜ。この町を支配しているネクサス社とアウトフィットのつながりは闇の人間であれば誰もが知っていることだ。なんで摘発しない、この税金泥棒め。我が国は法治国家なのでな、証拠もなく起訴などはできん。だったら証拠探してきな。そう、それで今回の計画となる。中華街の名所として高級会員クラブ広流大中華料理店は知っているな。なあ、何度か追い出された。そこでは会員制の高級クラブの体裁を取りながら一部の会員に売春を斡旋している。よくあることだ。まさかそれで起訴するつもりかい？最後まで聞け。そこの高級クラブはアウトフィットの連絡の場として活発に利用されている。だとしても無理だな。あそこは中国政府がスポンサーの一つだ。外交問題になりかねん。そう、そこで今回の捜査になるわけだが、どんな提案がなされることやら。高級クラブの下では大規模な売春組織が運営されているのは知っているな。課長か？知っていたか、さすがだな。妖艶な美女たちが出迎えてくれるともっぱらな噂だ。だが性風俗店ギリギリの戦場だな。公僕が踏み込むにはいささか証拠不足だ。売春組織の摘発が目的ではない。では目的は何だ？現在高級クラブにいるアウトフィットのある幹部がこちらへ身柄の保護を求めている。幹部の裏切りか。悪人同士が潰し合うってわけかい。言い方にトゲがあるな。社会正義を全うし人間本来の道へ戻ろうとしているんだ。口は重宝だな。大事にしなって言ってやれ。本来なら傘下の仕事だ。だが傘下はこの仕事ができん。なぜだ？先月参加者とも壊滅した。壊滅？実動部隊の8割が死亡または行方不明となった。事実上の壊滅だ。恐ろしい話だ。で、あんたらは俺に何をさせようとしている？高級クラブに潜入し身柄保護を求めているアウトフィットの幹部を連れ出すことだ。すまんな、用事を思い出した。帰ってもいいかい？なぜ俺なんだ？アイドラーライセンス A の凄腕の探偵であり、アウトフィットの内部構造にもある程度詳しい。それに貴様はプライベートディテクティブだ。国家を背負ってはいない。責任回避ができるってわけかい？飾って言うつもりもないのでな。言う通りだ。しかも貴様は表立ってメディアに露出したことがない。面は割れていない。なるほど、理屈だな。俺からは以上だ。危険の度合いに比べていささか報酬が低い気もするがな。その他にもあなたのグレーゾーンの操作方法に関しては
すべて目をつむりましょう。あいにくだが。もちろん、あなたの事務所に住んでいる小さな女の子、彼女も我々が確保するよう努力するわ。潜入捜査は1日になるか2日になるかわからないわ。その間、あの子を放っておくつもり？なるほど。あんたらのやり口が大体飲み込めてきたぞ。理解してもらって助かるわね。確かに悪い話じゃない。あの連中に一発くれてやるのは面白い話だ。商談成立ね。いや、あんたらは公僕かもしれないが、信用はしていない。どうすれば信用を？悪いな。公僕と仕事をすると本部に怒られるんでね。アイドラーには許可を取ってあるわ。阿行相馬の意思に委ねる。これが公式見解よ。なるほど、手回しがいい。ミントを一人にはしておけん。悪いが、この話は。私たちは彼女の身柄を確保するよう努力すると言ったのよ。何？つまり彼女はもう組織の人間に連れて行かれたの。なんだと？鬼丸、我々が阿行相馬の事務所を張っていると、突然車で乗りつけた黒スーツの一団が嫌がるミントとやらを車に押し込み逃走した。なんだと？あんたらはそれを指くわえて見ていたってのか？突然のことで私たちも意外なの。なぜ阿行相馬の家族にこうも早く手が伸びたのか。ふざけるなよ貴様らは。ふざけているのは阿行相馬、あなたの方だわ。なんだと？阿行相馬の家族であるところのミントとやらいう少女自体が彼らの目的だったから。我々の探していた機械人形があの少女だったということだ。私たちはカードを表にしてあなたに協力を呼びかけた。あなたはそれに対して自らのカードを開けずにしのごうとした。そのエゴが招いた結果と知りなさい。私たちの依頼を受けなさい。期間は無期限よ。つまり11月30日を超えてもゲームオーバーにはならない。言っている意味がよくわからんが。どう？この条件では。いいだろう。だが報酬額は倍の600万円だ。ビタ1問も負けないぜ。成功しても失敗しても報酬はもらう。いいでしょう。商談成立ね。即断かい。クソ、最初からそのつもりだったってわけが。それともう一つだ。何かしら？ミント・ミツルギを俺がもらう。それはできない相談ね。あれはあなたのものではないわ。今回の事件の性格を考え、国家が証拠レベルの押収をするでしょうね。ならやらんぜ。まあ、そうことを急ぐな、阿行。伏せ姫の立場からは当然の見解だ。まさか脱税や窃盗を推奨するわけにいかんだろうが。我々が現場だ。どの証拠を押収するか、我々の裁量に任されている。いいだろう。あんたらは気に食わないが、その言葉は信じよう。リンレイ、ここへ。はい、伏せ姫様。この子は何度か見かけたことがあるぞ。この子は私たちの潜入エージェントよ。一応これでも捜査か。一応は余計です。こんにちは、阿行さん。大噂は金がね。で、この子はすでに高級クラブへ入り込み、課長で働いている女の子。課長で働いているって、じゃあ。はい、いろいろと経験できないことを経験している最中です。警棒術は奥が深いんですよ。阿
はあの娘の紐ということでクラブのオーナーへ紹介されなさい。拳銃の腕を見せて用心棒として取り入るの。むちゃくちゃ嫌がる。身元調査をされても困らないよう偽の履歴を用意するわ。親兄弟から親類一同すべてね。仮の人生が一つメイクされるってわけかい？そう。あなたの小学校の同級生から片思いの音楽教師まで用意してあげるわ。諜報部の面目役所だな。詳細は後で鬼丸に聞いてちょうだい。で、そのアウトフィットの幹部とやらはどんなやつなんだ？向こうから声をかけてくるはずよ。バラを胸に刺さなくても大丈夫。新人で凄腕の用心棒なんてこれ以上の目印はないもの。確かに言えてるけど、いい？入ったら最後、誰も助けに行けないし助けられない。勝手に出歩けば粛清の対象になるという話だわ。あの凛麗ださえ外を歩けるようになるまで3ヶ月以上かかった。じゃあ俺はどうやってその幹部とやらを連れ出せばいい？自力で脱出する以外方法はないわね。幹部とやらを連れて脱走してこいというのか？そうよ。凛麗はどうする？俺が彼女の紐という設定なら俺が脱走したらただじゃ済むまい。彼女は訓練された捜査官だわ。自分のことは自分でできる能力がある。方法はあなたに任せるわ。幹部の顔がわからない以上これ以外に方法がないの。罠だったら？それを乗り越えられる能力があなたにはあると信じてる。ああ、そういえば明日はばあちゃんが危篤でね。帰ってもいいかい？いいかい、一つだけ言っておく。金は間違いなく支払おう。そんなことじゃない。ミントにもしものことがあれば。なるほど、そっちか。どこまでも追いかけるぞ。いいな。それほどまでにあれが大切なのか。お前にとってどういう意味がある？家族さ。高級クラブの前へ来い。凛麗が待ってる。そこで指示を受ける。だがそのなりでは難しいな。どう見ても紐のチンピラには見え。なるほど。それらしい容姿で行けばいいのかい？貴様がこの依頼の達成を本気で望むならな。わかった。名前は相馬だ。それ以上言う必要はない。履歴書などは必要ない世界だからな。わかっている。言う必要もないだろうが、金に対して執着しろ。金が全てだ。そのためには恋人さえも裏切れ。それが闇の世界だ。クラス A が伊達じゃないなら言うまでもないだろうがな。どうも妙なことになってしまったな。ミントがさらわれたとあればやらざるを得ん。高級クラブの前へ行く前にまず探偵事務所で捜査手帳に記録をしておこうぜ。ミント、ぽっかりと穴が開いたような感じだな。見ろよ、塵一つ落ちてやしない。洗濯物もちゃんとしまってある。食器も洗ってあるし、整理整頓されている。またあの連中と正面からやり合うことになろうとはな。
アウトフィットの名前を聞くだけで体の中にふつふつと熱いものが頭をもたげてくる。ミントの件がなくても俺はおそらくこの依頼を受けていただろう。そうだ、俺は単にきっかけが欲しかったんだろう。奴らを叩き潰すきっかけを。そしてミント・ミツルニを再び奪い返す。必ずだ。俺はリンレーって娘の紐だ。結構な設定だぜ。女に貢がせて生活してるチンピラというわけだな。それなりの言動をしなくてはならない。まずは格好だな。もう少し派手めのシャツに髪型も変えなくては。オールバックというのもいやらしいな。コマシ風に髪の毛が鬱陶しくない程度に。よし、このくらいか。あとは帽子を置いて服を着替える。あまりチンタラと安っぽいのも考えものだ。門前払いでは意味がない。チンピラで紐だが殺しをしたこともある。物事にシビアで金にうるさい人間。それが今の俺だ。俺はチンピラで紐。リンレーに貢がせる相馬だ。金のためなら恋人さえも売る。よし、念のために捜査手帳に記録しておこうぜ。